元日本代表沢上正明さんらが参加したサッカー教室が静岡市で開かれました。5回目を迎えた駿河屋サッカー教室。エスパルスユース監督の沢,の沢上正明さんや現役の北川幸也選手、井上隆選手ら多くの日本代表経験者が講師を務め、参加した小学生300人に熱い指導を行いました。 技術が、ね、やっぱりないとその先が見えてこないという中では、まあ、こういうものが、ね、そのきっかけになってさらに、ね、その成長の部分につなげてくれればなという思いの中でエキシビションマッチでは三浦知良選手が2ゴールを決め会場を盛り上げていました。